報道文事件は、明治36年、衆議院議長、河野博中が、会員直後に対する報道文において、桂太郎内閣団外の文を朗読し、結局衆議院解散に至った事件である。明治36年12月10日、議会開会の際、衆議院議長、河野博中は、会員の直後に対して、報道文で議員の先例を破って、 内閣段階の文を綴り込み、議員の賛成を得た。そもそも、衆議院からする会員式当日化しの直後に対する、報道文は、宣例によれば、衆議院初期官庁によって起贈されたものを、さらに起贈委員の協議の結果、これを議場に図り賛同を求め、賛同を経て、宮中に法定した。当時、日本とロシアの関係が問題となっており、 河野は、心中深く決心するところがあった。河野は先例を破って、法等文中に、今や国運の交流人しに潜在の一遇、なるにあたりりて、革新の施設これに伴い、発内政派美法をこととし、外交破棄義を、出しその他を綴って、内閣を弾劾し、国民の意志を、明治天皇の耳に入れようと図った。まず、林田書記官について、 議員の先例を正し、法規の解釈上を許す範囲の道を求めて、決心するところがあり、先例である、初期官聴起訴の原案、議員から成立した、法等文、起訴委員の起訴文は単に議長の参考に止まる、ものと解釈し、自分が起訴した、上記一通を改中し議場に臨み、これを朗読し、議場の賛同を求めたのである。先例で、単に平穏な文字を並べて、 政中、直位の総旨を持って起草されることになれた議員は、文言にその意を深く止めなかったのか、満場一致でこれを可決した。後に、議員はその文言に気づき、無所属68名の代表として、臼井哲夫、帝国党18名の代表として、笹智夫さ中政党33名の代表として、桑原ういうクラブ25名の代表として、 内山慶三郎が議員事務室に詰めかけ、初期官庁の措置は注意を欠く旨を述べ、議長に報道分の裁議を迫ったが、いずれも応ぜず、こうしている間に、議長報道分法廷のため三代は、翌11日午前11時と定められたが、白母、突如として、区内省から三代を延期すべき旨通達があり、ついに11日、議会解散の命が下された。 ありがとうございます。